上杉海勝が攻めてきました。ということで今回もね、伊達政宗で天下統一やっていこうかなと思います。いや、前回ね、家康さんと熱い殴り合いをしましてね、兵糧ほぼ使い切ってしまったんですけれども、ほぼ全部使い切ったんですよね。で、結果として進攻が不可能になったので和睦したと。で、今回はね、兵を集めて休もうかなと思ってたんですよ、兵糧も貯めてね。そしたら間髪入れずに上杉が攻めてきましたね。徳川攻めで一緒に攻めた仲なのに、ひどいね上杉さんもね。とりあえずこんなね、敵がさ、完璧に回復してから攻めるなんてこんなことはしないよね、やっぱりな。ということで、ちょっとなんとかしなきゃいけない。もうしょっぱなから。ただ戦場上限1万2000なのよ。で、兵糧が本当ないので、ちょっともう、ここ撃退して、すぐに撤退が多分いいと思うわ。いや、一応、まあ、2万7000出すか、じゃあ。しょうがない。進むのだ！本当兵糧ないんで、厳しい戦いにはなると思う。で、ここで負けたら厳しいね。まあ、最悪この坂戸城だっけ、もう諦めるしかない。ここさ、マジで何回も攻められてんで、遠すぎるよね。ほら、もう9万4000とかなってる。すぐなくなるぜ、こんなの。さあ、兵糧ちょっと増えたか。ねえ、ちょっと厳しいよね。伊達政宗さん、なんか見た目変わったよね。かっこいいね。うん、勝てるか。いや、これは最上につく。そう、最上と婚姻結んだんですよ。はい、言うの忘れてたけど。よし、オッケー。さあ、ちょっと最上も行ってるらしいから攻めるか。こちらも行くしかないね。徳川が攻めてこないことを祈るしかないです、これはもう。徳川さん来ないでっつって、それするしかないよ本当に。さあ、対面使いますか、闇取引ね。この本当、この豊臣とさあ同盟結べたのは非常に美味しい、うん、これ本当大きい。そしてさ、まがいもの渡されないチャレンジ行くぞ。よっしゃ、オッケー。たまに本当に偽物渡されるからな、ふざけんじゃねえと。お前、伊達政宗さんに偽物渡したら切り捨てられんべとね。じゃあこっち攻めますか。もう40何日かかんだもん、遠すぎるわ。40何日はちょっとかかりすぎだよね。ちょっと兵5万、やっぱちょっと出せないよね、そんなに。4万だな、兵4万でいきます。待ってる池田、兵糧足りるかな。これはね、徳川につく。徳川一緒に行こう。よし、今度徳川とつく。前回上杉と一緒に徳川攻めたら、今回徳川と一緒に上杉攻めに行くので、徳川が真ん中取り行くだろうから、早めにちょっとここら辺回収しないといけない。兵糧上見て、ほら、もうどんどんすげえスピードで減ってるわ。来た。だからちょっと春日山城もらっときたいな。春日山城すごい魅力あるよね。じゃあ春日山城いくわ。さあ、ちょっと兵糧頼めるかな。ちょっと秀頼さん、ちょっとこいつは今日来いんじゃねえや。ちょっと兵糧いただけませんかね。かしこまった。最上さん、あ、じゃあ前田さん、兵糧いただけましょうし、もう いろんな家によりちょっと兵糧せがみに行くわ。ちょっと最上さん、ちょっと兵糧くれませんか。かしこまった。お願いします。いろんな家に俺ちょっと小じきしに行く。ああ、ちょ、これ負けるな、これ。え、勝つの？いや、俺さ、ちょっと間違えてさ、俺もう一つの左の方見てたよね。戦力不足だって強行は。まあ、いや、交渉書、春日山城落とせたら非常に大きくないですか。まあ、徳川に食い込んじゃうけど。ギリギリ兵糧当たりそう。オッケー、ちょっと大谷さん頼んだ。もうこっち4万もいるから、でも4万もいるっていうか、4万しかいない。あ、最上さんダメらしい。最上さん、これ裏切ってきたらどうしようか。ちょっと準拳場立てとく。なんかあれ、ちょっと裏切ってくるんじゃないかと思って怖いわ。はい、OK。悲しいな。鍵勝、俺は一緒に戦いたかった。じゃあちょっと準拳場とか立てますか。ちょっと本当にここら辺準拳場大事よね。本当、準拳場はしっかり作りなさいと視聴者の方に教わったので、俺準拳場の存在知らなかったんだよね、初級やってた頃。それは初級でも勝てねえわと。準拳場があると、その戦場上限がこっち有利になるんだよね。うん、であとはやっぱちょっと最上の周りもちょっと立てとく。まあ、一応レベル1は立ててあるんだけど、あれか、レベル6あんや。すげえ、もともと立てたのかこれ。全然把握してないんだけど俺、自分のあれやばくね。レベル7とかある。結構最上の周り固めてんな最初から。俺が知らないで固ま、もともとあったんだなきっとな。なるほどなるほど。で、この徳川あたりもね、今でこそ上杉と一緒に攻めてるから、いつ上杉とだって両方潰しに行くってパターンになるか分かんないし、ここの準拳場すぐ壊されそうでやだな、なんか。なんか置く場所間違ってるよね俺多分。あのさ、春日山城、これは豊臣につく。あー、ごめんなー、でも徳川、いや、しょうがないよこれは。これ、ま、え、なんで、ね、話す義理はない。なんでなんか俺怒られてる。来たー、気負ったな。我が領内に敵が迫っております。気負ったな。ちょっとこれ、徳川と戦ってる余裕ねんではないわ。上杉は倒したい、でも徳川とは引きたいという、今すごい考えが。坂戸城狙われすぎだべ。ちょっと1万の上数、あと38日、誰か
間に合わんか。家康と講和結べねえかな、なんとか。家康か、あー、これ負けるだろ、さすがに。あ、豊臣勝った。あー、これあれか、直接対決で勝ったのか。いや、負けた。なんで逆に打って出てこなかったんで、今までこれマジで。うわ、負けた。上杉打って出てきやがったな。これ負けたらどうしよう。うわ、負けるんだ。やっぱ徳川強いな。今行く、片倉が勝つ。これ片倉勝つべ。片倉で負けんの。じゃあもうこれ上杉と和睦結ぶしかねえんじゃねえか。上杉と和睦結んで、もう徳川攻めに集中するしかないと思う。遅れる。白バレた。いや、どう、あれ、ちょっと北条城孤立してね。北条城も失うこと覚悟するしかないな、これ。もうそこはしょうがねえよ。もう無理だよ、北条城、そこは。よし、OK、上杉ありがとう。上杉ありがとうね。もうそこ、徳川に取られてしまったらもうしょうがない。いや、もうこれはね。頑張れ、応援してる。お、前だけを取り込むいいんじゃない。ちょっと今状態が悪すぎるけどね。ちょっと状態悪。これ待って、9月まで持つかな。あと4ヶ月兵糧を持たしたい、なんとしても。取引を。あと4ヶ月兵糧を持たせるぞ。そしたらまたちょっと楽になる戦いが。さ、上杉が今だから徳川って3面決戦してんだよな。すげえな。討ち死にしたらしい。まずいな。川武士の誇り。あの兵レベルはきついな。これ農兵上げレベルを OKOK 先に落とした。 OK、 よし。徳川とね、第二次はちょっと負けたな。完全に徳川とのあれは負けたと思う、今回。あ、そういえばね、新しく城作ったんですよ、ここ2つに。本当はね、この坂戸城とつなぐためだったんだけど、坂戸城ついえたから、ヘス少な。当たり前だけど兵数少ねえな、ここら辺。まあまあ、しょうがない、しょうがない。とりあえずまた歩兵するしかないからな。ただ結局さ、兵糧なかったら意味ないんだよね。あの兵糧が、さっき兵糧あったらもっと江戸城落とせたかもしれなかったからな。本当に徳川攻めの一番の敵、兵糧だよ、やっぱり。兵糧誰にも渡してもらえなかった。やっぱ嫌われてんのかな。さあ、ちょっとね、今考えたんですよ。あの、もう動画終わることも考えたけど、上杉攻めしよっかなって思います。上杉だいぶ削れてる。今ならいける。我が道を阻む。上杉を攻める。値切りにするのみ。頼むぞ、徳川来んなよ。いや、マジでそこだから。あの、徳川が来るか来ないかで我々の運命は決まりますから。進むのだ。さあ、行きましょう。徳川さん来ないでね。さあ、果たしてここで勝つことはあるのかないのか。なさそう。なんか負ける気がするわ、ここ。負けちゃダメだよ。やっぱ負けるんだ。いや、でも負けるまでは織り込み済みだから大丈夫。あの不死鳥のごとく何度でも蘇るのが、この我が伊達軍のね、あの良さだと思ってるので、はい、あの問題ないです。はい、いざ。さあ、片倉軍行く。さあ、頼むぞ、片倉軍行ってくれ。で、ちょっとさ、援軍頼んでみる、最上さんに。兵糧渡すのちょっと嫌だけどしょうがねえ。小十郎頼む、勝て。また負けてる。また負けてやんの。よし、 OK、 ようやく勝った。よし、 OK、 ようやく勝ったよ、みんな。何度目の正直、今4度目ぐらい。まあいいよ、勝っちゃいいんで、最初で勝っちゃい。よし、 OK。 よかった、さっき豊臣さんとの、ね、同盟忘れてて、あ、やべえと思ったらね、勝ったのでセーフ。ただ徳川さんが来ないことを祈るだけでも、徳川さんこういう時に逃すわけないよな。いつ徳川さんが来るか分かんねえからな。もう早めにちょっと勢力はもらっておきたいところよね。ただいつもより兵糧は楽だね。やっぱ上杉単体だとなんとかなんだよ。いくら負けようがまた勝っちゃいいから。徳川が攻めてきたらまずいみたいなところあるよね。お、来るか。さ、上杉だったら、あのね、今俺隙あらば準剣所作ってるから多分なんとかなる。よし、 OK、 よしよし、どんどん押してけ。とりあえずこっちは取ろう。もう片方はちょっと無理かもしれない。とりあえずここ取ったら今回ちょっともう終わりでいいと思うわ。なんかちょっと今日いいとこ全然なかったからさ。うわ、狭。マジこの城、狭くね。
嘘でしょ、こんな狭いのこの城の5600って。いや影勝に勝てねえだろ多分。一応余裕はある。徳川が来ないという前提ね。徳川が来なければまあ余裕はあるから。徳川が来なきゃね。徳川が来んなよ、来んじゃねえぞマジで。今本当の北条城とかさ笠ヶ山城を狙ったのもったいなかったな。あ、びっくりした、徳川が今動くのかと思った。徳川につく、頼むよ徳川さん、もうちょっとだけ様子見させてくれ、頼むから。あ、そこの島取り行くの、あ、いいと思うけど別に。これで終わりか、これ。あ、そっち行く。じゃあ 俺も攻める。ちょっとまだ続けよう。これは上杉負けたべやっぱり。で我が伊達はここをいただく。で交渉ができるらしいから交渉で行こうか。一生の9万兵糧一気に増えた。ほら見て引いてる、460円に一気に増えたね。ただこれ上杉ではあんま消耗したくねえな。さあここ早めにどんどん和睦を結びたいところ。よし OK、 全面よし OK。 で一応徳川の道を塞いときたいな。出陣するぞ。お前さん頼んだ、どん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 行こう。手を止めにつく。ごめんね徳川さん、徳川さんも何度でも裏切ってる俺。すまる。じゃあ徳川いろんな道から行ってるね。じゃあとりあえずちょっと今日上杉攻め終わらせてそこでトントンと割りたい。助け立ちするぞ。はい、敵が我が領内に6万5000できた。さあちょっと待って、ちょっと道を改め直さなべなら。これ今日長えな、短く終わるかと思ったらめっちゃ長え。ここ準剣場だけは大量に生産してあるからな。おい準剣場ここら辺いっぱい作ってあるからな。ただちょっと大丈夫かな、3万でいこう。出陣する。お前準剣場なめんなよ、俺めっちゃ、お前隙あらば準剣場作ってたんだからな。俺技術もくそもないから、隙あらば準剣場だったな。ほんともらい受け、これまずいな、これ松並城、え、これどう、大丈夫これ。これ上杉は絶対俺がもらうよ、これ上杉は俺がもらわねばならぬのよ。え、これ待って、これ駆け引き重要だな。ご命令。いやここさ、ここまたあれでしょ、ちょっと いつだったかな、佐竹全面と同じことやってんじゃん。これだからさ、ルール分かんない人に言うとルールって言い方だけど、先に最後に落とした勢力がその例えば上杉家の全員もらえるわけですよ、残ってる。だから先に落としちゃダメなんですよ。どうする、じゃあちょっとここら辺待機、出陣する、待機させよう。頼む豊臣勝て、豊臣勝ってくれ、頼むから待機する。よっしゃー、立ち止まってはいられぬ、行くぞ。遅れるものはちょっとかすめてすぐに壊しよう。ちょっと城かすめてすぐ壊しようぜ。ちょっと俺こっちじゃなくて義塚が気、大谷さんの方が気になるんだよな。どちらかというとこっちが。でもう一勢力いけそうだねこれ、行ってみる。ちょっと今兵糧に余裕があるが、こうやって調子乗ったらすぐ負けるからな。江戸城を落としたい。皆の者、我に続け。2万で足りるかな江戸城。あそこの城落とされた瞬間すぐ上杉の城に行くから俺。ここさ見れないのかな、どれぐらいかかるかとか分かんないか、さすがに敵の分かったら苦労しねえか。ここ何どれぐらいで落とすかな。いやーここ、じゃあ次の月になったら攻めよう。何城、見えねえや。ここがラストだよね。もう俺間違ってたらどうしよう。ちょっと待って、一回確認しよう。一回マップで。ちょっと待って、わかんない。これが徳川領で、これが上、あ、もう上杉。上杉、そんなことに。剣心泣いてるわ、多分。これ、早く落としちゃダメなんだよね。ゆっくりね、ゆっくり。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。あ、これ江戸城来そうだな。これ江戸城落とせる。2万じゃ足りなかったんじゃない、やっぱ江戸城は。よし、上杉取った。勝ち時を上げよ。よーし、やったな、お前金継ぎと上杉を取った。みんなやった、
勝ち時を上げようっつって。いやよしよ、え今日の動画で撮れると思わなかった。最初さもうなんかボロクソでさ、いやもうダメやなこれと思ってたらなんか上杉撮ったよ。あとはもう徳川といかに和睦を結ぶかだな。これ勝てる？一回ちょっと倒しに行くか。負けたらどんまい。はい OK です。もう伊達さん強いね、まあ、準拳場のおかげなんだけどさ。撤収だな伊達、お疲れ。一回ちょっともう兵糧ため込もうぜ。ここから負けたわ。まあ臭い、もう上杉取ったからいいよ。さあもうこれで徳川も伊達も兵出してないね今ね。もうこれであと講和待つだけじゃないかな。起きた群馬さんもいいだろう。いいよいいよ、じゃああげるよ。よしということで、本当戦ってる最中さ、頭こんがらがって自分でも何言ってるか分かんないし、この後編集量どうなってるかっていうのが怖いんだけど、撮ってる最中ね。いやでも今日は勝ちじゃない。上杉マスク今日だけど俺上杉かっさらうと思わなかったわ。いや今日は勝ちだべ。いや今日はここ欲しかったけど、まあしょうがない。いや今日は勝ちだと思うよ。ほらだいぶ削ったでしょ。ほらでも次回怖えな。でもまあ今豊臣と仲いいからまあマシでしょうね、うん、あれちょっと思い出したうちにやってきたけど、豊臣との同盟延長もしといた方がいいんじゃない。あ大丈夫か、まだそこまでではなかった。いや本当ね、同盟延長たまにミスるからね俺。じゃあ新章上限にしとこう。かしこまりました。いやでもだいぶ来てるね。じゃあここら辺全部新章上限にしといた方がいいわ。頼んだ。かしこまった。いやまあとりあえず、ちょっと私今ウキウキですね。いやここまでの大勝利があるんだなと。はい、いやもう徳川だいぶ削って、でも徳川まだ31万いんのかということで、まあ次回どうなるか分かりませんけど、とりあえず今日は上杉をかっさらったということでよかったね。まあ佐竹攻め同様の展開でしたけど、ということでチャンネル登録高評価してない方がいたらぜひともクリックよろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンク概要欄にあります。ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。あとアドバイスとかあればぜひともコメントに書いてもらえると嬉しいです。では信長の野望、初心者ですが初級者ですね、ですが頑張っていきます。ではお疲れ様でした。じゃあね、バイバイ。